アンパッキング、こんにちは、さくやです。本日はですね、2日目じゃねえや5日目やって5日目か5日目やっていきたいと思います。いや、前回めちゃめちゃね、いい部屋、もう最高、今まででね、あの4日間ぐらいやってきたんだけど、一番いい部屋、だったんですけど、今回はなんとですね、部屋数が2つなんですよ。2つなの。いや、これがね、ちょっとね、前回が良すぎた。最初の部屋に戻ってきたって感じがあるんだよね。で、新しいなんかバームクーヘンが入ってそうなカンカンがあるんですけど、この辺とかね、目覚まし時計とかもさ、なんか目覚ましテレビくんみたいな色合いしてたり、あとなんかこれドリンクサーバーみたいな、麻薬製造みたいな、よくないねで、いろんなものが追加されてたりするんで、まあやっていきましょうか。とりあえずね、このポスターとかも俺見たことないんですよね。まあ見ていきましょうかね。まずベッドの上にあるこのベッドの上のダンボールちゃん、開いていきましょうか。あ、ちなみにあのコントローラー、あの無線のやつ買いました。なんですごい快適です。いや、やっていきましょうか。出ました。何これ、最初にさあ、ちょっと待って、待って、今あれ、あー、2部屋しかないよね。びっくりした、こんなに部屋があるのかと思った。あれ、あ、ちょっと待って。あれ？あれ？え？え？あれ？ちょっと待って。これってさ、別の部屋ってわけじゃないよね。引っ越しだもんね。え？そうだよね。そうだよ。びっくりした。そうだよね。え？これさ、やばいことに気づいたんだけど。やばいことに気づきました、今。皆さん、ちょっとわかりませんか？これ、大切なものがないんです。この家。何かっていうと、トイレがないんです。トイレね、トイレがねえんだけど、この家トイレがないんですけど、大丈夫この人。やばいと思うけど。何、のぐ、何、その辺でするの？やばくない？トイレない。大事なものが欠けてるんだけど、今後出てくんのかな？とりあえずこれ見ていきましょうか。これね、B で回転だったと思う。操作確認させて。さあ、やっていきましょうか。とりあえず、これはもうなんか置き場所に毎回困るんですけど、こいつ。こいつはマジでね、置き場所に毎回困るんですけど。いや、でもこれ好きだもんね。好きなものだから、この辺に置く？いや、なんかおかしい気もするけどね。とりあえず置いといて。部屋数がね、今回少ないんで、これなんだ？何これ？あ、あれか、前回持ってたやつか。ね、前回持ってたフィギュアみたいなやつだから。でもさ、フィギュア系ってこっち置くのもうおかしいから、もうこの辺になっちゃうよね、必然的に。これ何？これなんか小学生の時に作ったやつみたいな、なんかこういうの作るよね、陶器みたいなやつで。んで、あ、出ました、これ。この時代もまだあれなのかな、イヤホンみたいな感じなのかな。んで、イヤホンか。イヤホンもね、まあすぐに取れる場所に置いといた方が。この辺で勉強部屋だと、勉強部屋ではないのか、机だと思うから、机に向かってね、こう横に置いてある。いいね、この生活感あふれる感じ。んで、なんかね、不便になった部分あるよね、この部屋になって。この目覚まし時計とかがさ、すごいさ、なんつうんだろうね、前の方がさ、いい感じがしたけどね。デジタルの感じが見やすい気がしたけど。こちらは本ですね。これは何の本でしょうかね。めちゃめちゃ回転して、なにこれのび太の大冒険みたいな本から。のび太の大冒険で何、とりあえず新しい本だったね、今の。見たことなかった。これも新しい本っぽい。なにこれ、怪獣みたいなやつかな。怪獣怪獣って表現がなんかひどすぎるんだけど。んで、あ、これポスターだ、ポスター。これに貼ります。そうか、これね、おそらくなんだけど、まあこの感じ、ちょっと写真が揃うまで言わないでおこうかな。あ、写真、これね。あ、待って、なんかさ、俺の考えでは、彼氏がいて、前の部屋までは彼氏がいて、今回の部屋になって別れちゃったみたいな感じなのかなって個人的には思ってますね。なんだけど、この写真が出てきたんだよね。これは自分が生まれた写真なのかな。その可能性はちょっとあるよね。どうなんでしょうか、これも家族写真なのかな。うわー、ちょっとわからないな、マジで。考察系ってね、俺苦手なんでわかんないんです。あ、でも彼氏の写真あるな。え、ちょっと待って、嘘でしょ。ちょっと待って、顔面に刺してんだけど、ピン。
え、待って、これ、メンヘラ？メンヘラですか？メンヘラですか？あなた。これ、この子の、あの、今この子の部屋がこの子だと思うんですよ。この子の部屋の持ち主がこの子だと俺予想してます。で、その前にいた彼氏みたいな、ピン、ピン刺すとこが顔面っていうね。やばいね、これ。いや、そこまでするんだって、だったら飾るなよって思うけどね。やばいね、これ。こんなとこ刺してなかったよね、前回。やばすぎる、この、この女の子やばすぎるんだけど。まあ、とりあえず面白いな。めちゃめちゃ面白い感じになってるんだけど。すごいね、アンパッキング。あ、終わりましたね、1個。結構早い感じですね。開けていきましょうか。こちらダンベル。ダンベル系はね、やっぱり下の方置いときたいよね。すぐに取れる場所と言いたいんだけど。ベッドの下が、ベッドの下リエッティって感じにしといて、あ、ベッドの下ダンベリングして、で、こちら、こちらは前、もう最初の家からあった気がするよね、これ。すっごいなんか参考資料みたいな感じなのかな。すごい参考になりますみたいな本なのかもしれない。ドラキュラみたいなね。ドラキュラみたいな本ね。これ何なんだろうね。風景画みたいなやつなのかな。んで、あ、こちらなんだ。あ、ハリーポッターだ。ハリーポッターの賢者の石の英語版だっけな、これ。ハリーポッターの賢者の石の英語版だった気がする。んで、どの辺に置きましょうかね。あ、これ立てかけられない。あれ、これ立てかけられない。なんで？あ、立てられた。いや、いろいろな置き方があるんで、アンパッキング。んで、家族写真さ、いや、真ん中でもいいんだけど、どうしよっかな。いや、真正面よりこのちょっと右に置く感じが俺好きなんで、そっちにします。んで、この辺の絵とかもさ、ちょっと変えたいんだよね、位置。位置変えたりして、一旦この辺置いて、変えさせて、ちょっと。ポスターとかもこの辺置いて、犬の写真ね、犬の写真をこの辺に置く。ちょっと変かな。うわ、どうしよっかな、どうしよっかな。ちょっと下の方に置く。悪くないんじゃない？んで、いや、この、いや、これはここでいいな。これはここでいいわ。完璧だわ。んで、こいつがいて、これがな、謎なんだよね、本当に。何これ、これ何これ。本当にバウムクーヘンにしか見えないんだけど、俺。本当にわかんない、これ。ワックスとか何か？じゃあ見ていきましょうか。あ、出た。これはなんだ？え、ハリーポッターじゃないかもしんない、これ。ハリーポッターと賢者の石、中国版じゃない、これ。中国版のハリーポッター出てきたんだけど。ね、中国版のハリーポッター出てきた。で、このままとりあえず置きます。置きまっする。お願いまっするして。あ、出ました。ハリーポッターと賢者の石の、これ、日本語版かな？はい。ハリーポッターと賢者の石の日本語版で。あ、これ出ました。ハリーポッターと、もう何でもハリーポッターじゃん。もう何でもハリーポッターじゃん。で、これ、あれですね。遊戯王みたいなやつかな？遊戯王。遊戯王俺ね、まあまあ好きです。はい。まあまあ好きです。こちらは、すごいいかつい方で出てきたな。何これ、なんか宇宙生命体みたいな本ですね。ありがとうございます。あ、終わった。本類ってまだ出てくるんだったら、ちょっと様子見でここ置いときましょうか。はい。危なかった、噛むところだった。これは、あ、 DS、 待って、 DSR、 これ TS じゃん。うん、すごい色合い、めちゃめちゃすごい色合いしてる DS なんだけど、やばいねこれ。これは、いやー、これどうしよっかな。引き出しとかは入ってる？あ、入ってんだ。いろいろ入ってるね。虫とか、虫かごとか。あ、開けちゃった。ポスターもあるじゃん。これ貼っとこう。かわいい。これ、前もあったよね。前にも持ってた気がする。これでも閉まってるから閉まっといた方がいいのかな。なんか、検証で当たったポスターだったのかな。何？あ、かわいい。かわいいのゲットした。これ取り出したりしたらいろいろあったんだね。あ、出た。もうなんか消しゴムみたいなやつね。謎のもの。まあ、この辺置きましょうか。よし。どうしようかな。これゲームとかさ、すぐできる場所が俺的には嬉しいんだよね。お行儀悪い人みたいになっちゃうね、これだと。DS か。DS すぐに取れる場所がいいから、割と真正面とかがいいのかもしれない。
これが多分香水なんだよね。香水の近く置く？すぐ取れる場所がいいな。でもアンパッキングその辺気にしない方がいいのかな。うわ、わかんねえ。とりあえずこう置かして、んで、あ、出た、ペンタブ。この子絵描くもんね。絵好きだもんね。で、ペンタブ置いといて、あ、出た、パソコンか。なんかいろいろ機材持ってるね。どうしようかな、パソコンしまう絶対使うものをしまうっていうね。どうしようかな。本類もやっぱりさ、やっぱり本類はこの辺置きたいよね。全然並んでくれないんだけど並んでくれないんだけど、こいつら前に並え、全然並わないタイプの人だね。それがかっこいいと思ってるタイプの人だ。なるほど。んで、このまま行きます。いや、これさ、難しい。これ操作が結構難しいのコントローラー変えてから。んで、ペンタブとパソコンをここに置きます。これ自分両方自分のやつだったんだね。これ男性と女性のやつかなと思ったんだけど、両方この子のっぽかったみたいね。貸してあげてたとかなのかな、前回。こちらが、あー、これはなんかあれですね、ペンみたいなやつですね。 I have a pen みたいなやつですね、おそらく。んで、こちらは上の方置きます。上の方置くか、棚だもんね。上も一応、あー、これ彫刻刀ですね。彫刻刀も筆か、これ筆なのかな。なんか彫刻刀に見えちゃうんだよね俺。あ、終わった。結構物数少ないからね、今回。早く終わるのかもしれない。で、これに関してもカーペットみたいなやつだから、この辺置いて。アンパッキング来たー、来たよアンパッキング。いや、これ待ってたんです、皆さん。いや、来たよアンパッキング。相変わらずお腹破れてますね。相変わらずお腹が破れてます、このアンパッキング。なんか黒くなってない？気のせい？なんか黒くなった気がするんだけど。あ、首元もなんかやられてんね、ここ。綿が出そうになってる。もういつかアンパッ、何？何？気持ち悪いんだけど。ねえ、やめて。これ気持ち悪いんだけどね、これ気持ち悪い、これ。嫌なんだけど、この動きね。嫌だ、この動き。気持ち悪い。これ、敷けない？あ、敷くことはできない。え、これ？これさ、え、何の意味があんの、これ。え、これ何？マジでわかんない。でも、アンパッキングはね、やっぱ抱き枕として使いたくなっちゃうんだよね。はい、アンパッキング。ここ、あ、置けない？あ、置けないか。じゃあ、この辺に置く？もう何の意味があるのかわかんないけどね。開いていきましょう。あ、賞状だ。これ前回あれだったよね。なんだっけな、飾ってなかったんだよね、確か。そうそうそう、なんかしまってたんだよ。これでもやっぱ飾りたくなるんだよな、俺的には。ポスターとかもいいんだけどね。いいんだけど、やっぱ賞状ってさ、なんかしまうの嫌なんだよね俺。だってせっかくもらってんだよ、賞状かもわかんないけど、金メダルだよ。だから飾りたくなるんですよね。んで、ちょっと窮屈になっちゃうけど、あ、待って、ちょっと窮屈になっちゃうけど、うわー、これいろいろどうしようかな。これいろいろ選択肢があってね、困るんですよね。いい意味で、いい意味で困るんですよ、めちゃめちゃ。ぎゅうぎゅうにするのもね、結構ありだと思うんですよ、こんな感じで。いや、いいな、これもこれでいいな。で、あ、貼れないか。うわー、どうしよう、この辺後で決めたいな。うわー、なんか、うん、ごちゃごちゃしすぎ、これちょっとごちゃごちゃしすぎな気がする。いや、もうなんかゆっくりやっていくのいいな、こうやってアンパッキングって。俺がもたついても多分誰も注意しないと思うからいいよね、なんか。んで、うわー、この辺ちょっと後で決めて、なんか困るな結構。はい、あ、終わりました。んで、続いてこのでかいの行こうかな。虫キング横にいるけど。あ、こちらですね。こちらベッドですね。ベッドじゃねえ。どこがベッドなのこれの。まあ、とりあえずこの、アンパッキングじゃねえや。この、なんとかいうやつね。これは、床でいいかな。床。床結構綺麗そうだから、この辺に置いて。これはなんか楽器ですね。なんか前さ、これ、あれ持ってなかった？なんか、茶色のやつ持ってなかったっけ？
今回なんか部屋に合わせてか知らないけど、こんな感じの色になってますね。あ、出た。これウクレレですね。ウクレレに関してもやっぱ、ウクレレもね、やっぱり、この下、床下がいいと思うんだよね、個人的に。やっぱりね、このネックの部分っていうんだけど、この木の部分。全部木か。この一番細長い弱い部分っていうのは折れやすいからね、ベッドの下とかいいんですよね。これなんだ？写真か？いろんな写真が出てくるな。出ました、謎の写真。もう出ました、恒例のね、アンパッキング恒例の謎の写真。いや、もうこれが分かんないんですよ。 この謎の写真が何なのかが分かんないから、実態が。んで、あ、出ました、これ。これなんだな、どんぐりコロコロみたいな。可愛いんだよね、これ結構。んで、まあ、金なんでこの辺置くのもありかなって個人的に思ってます。さあ、置いていきましょうか。そう、あ、かわいい、かわいいの来たー。これどうしよっかな。こちらもこの辺置く？ああ、どうしよう。ラジカセか。いや、ここ置こう。で、ひよこ出ますよね。かわいいんすよ、このひよこたち。あ、よくない？これ割と。いや、ちょっともたつきすぎかな。いや、個人的には結構いいと思うんだよね、この組み合わせ。これ上乗せれたっけ？これ上乗せれたっけな。これ 掴めないんだけど。あ、乗せれないか。あー、だったらこの端っこかな。あ、これ、あー、こいつもいたわ、確か。いや、可愛いんだよな、これ。どうしよう。どうしよう、これ、ひよこ。どうしよう。みんなだったらどう置く？このラジカセがちょっと邪魔なんだよな。いらないんだけど、ラジカセ。俺だったら置かないんだけど。これさ、しまっていい？よくわかんないから。で、このひよこ。ひよこをこの辺に置くとかどう？え、違う。これ。これ。可愛くない？これ割と。結構可愛いと思うんだけど。よし、いい感じだ。あ、猫のシールとか貼ってあるね。可愛い。なんか、あー、いや、すげえ。いや、これね、小さい子供やりがちなんすよ。こういうシール貼って、後から剥がそうと思ったら全然剥がれないみたいな。で、この傷ね。で、この猫ちゃんは比較的最近貼ったみたいな。うわ、すごいね。これシールアートでしょ？うわ、うまく剥がせなかったみたいな。いや、すげえ、ガチですげえ、これ。しかもここ見て。なんかぶつけた跡みたいなのも残ってるし、ここ台パンした跡みたいな。いや、すごいね。いや、アンパッキングってね、細かいとこ見ちゃうんだよね。そう。この恐竜の人形って前回あったっけ？なんかあんま覚えてないんだよな。あの恐竜ってさ、どこに、だって、なんか、前に引っ越してなかったものが今あるみたいな感じに見えるんだけど。だってこの、ヒカキンさんのアヒルとかさ、前いなかったよね。まあ見ていきましょうか、とりあえず。あ、まだ来るか。いや、これね。いや、3体で十分だったな、これは。5個置く。もう1体欲しくなる、それだったら。来ないんですね。何これ？服？何これ？服かな？ちょっとわかんないな。これどうしようかな。ちょっとわかんないもの来たな。部屋の色にも合ってるんだけど。どうしよう。どこ置くのが正解？もうわかんないものが来た場合ってさ、どこ置くのが正解なの？とりあえず俺だったらしまうけど、倉庫に。あ、出ました。この本もさ、前から持ってたよね、この子。いやー、これだったら、ひよこちゃんおさらばかな。ひよこちゃんおさらばで、この辺に置くよねー。やっぱりね、この辺置きたくなります、俺だって。よし、こんな感じにして。黒いひよこ来た。黒いひよこ、見て見て見て、かわいい、かわいいよ、これ見て。目取れそうなんだけど、このひよこ目取れそうなんだけど、大丈夫かな。ひとまずこの人形系がまた増えたね。なんで、わ、すごいな、人形系すごい増えたから、ひよことかさ、これ飾りたくなる。この辺に4体ババババって並べて。いいなぁ、めちゃめちゃ。親鳥この辺に置きたいな。んで、小鳥たち、はかわいい。俺もこういうひよこちゃんたちとかね、めっちゃ好きなんで、これちっちゃいやつら。なんでね、もう1体欲しくなる、これ。もうこれ全種類揃ってんじゃないかな。やばいね、これめっちゃかわいいわ。あ、終わった。よし、これで、カブトムシか。これ、レプリカとかじゃないよね。おもちゃじゃないよね。本物だとしたら、
どの辺置くのが正解なんだろう。すぐ飼育できる場所がいいと思うんだよね。だって倉庫にしまったら存在忘れちゃうもんね。よし、これ見ていきましょうか。あ、ギターの練習セットみたいなやつですね。これに関してこの辺かな。これもミュージックって書いてある本ですね。これちょっとね、人形系上に置くことにします、今回。これ危なくない？これ危なくない？上から降ってきた、大丈夫かな。まあ頭元に持ってこなかったら大丈夫なんだけど。よし、結構なんか量が多くなってきたな。倉庫に入れるものとかも必要になってくるんだろうね、今後。よし、こんな感じでとりあえず置いて。いらないものってなんだろう。いらないものでも、いや、これ、これ飾るのやめる？可愛いけど、なんかもたつきすぎてもよくないよね、あのお部屋って。シンプルな方が綺麗とかなるもん。あ、違う。まあとりあえず見ていきましょうかね。あの消しゴムか。消しゴムに関してもそうだな、この辺でいいかな。で、ペンケース、ペンケース、うーん、これ筆ケースかな。あ、でも普通にペンがいっぱい入ってるから、待って、あ、オッケーオッケー。頻度によるんだよね、どれぐらい使うか。でもこの子ね、結構ペンタブでも書いてるから、あの結構デジタルの方にはまっちゃってると思うんだよね。なんで結構こういう感じで上の方に置いちゃっていいと思う。で、アナログが書きたくなったらこう上から取り出すみたいな。どうやって取り出すんだろうね。結構高いよ、ここ結構高いよ。身長結構高くないとこれ取れないよ。んで、あー、このクロッキー系ね。クロッキー系もまた分けたいですね、この辺。どう？この辺分けたくない？分けたくないって聞いても誰からも返事来ない。返事来ないっていうね。やばいね、本当に。悲しくなってきますね。んで、うわー、これどうしよっかなー。これも上に乗せて、この辺に置きましょうか。もう一個入る？もう一個この紫のやつ。いや、入んないか。うわー、入んないかー。ちょっと待って。すげえ俺楽しんでる、アンパンキング。すごい俺、アンパンキング楽しんでる、今。いやね、これね、ほのぼのしてる感じがすごい好きなんですよ、このゲーム。やめたくないなまたこういうゲームやりたいですね。ひとまずこの辺でいいかな。よし、あ、いいんじゃないこれ。なんかおしゃれじゃない。もう本出てくんな。もう本出てくんな。お願い。何？ベア？クマちゃん、クマちゃん。あ、アンパッキング書いたんじゃないこれ。おー、アンパッキング書いてんじゃん。ねえ、これ。なんとも言えないね。超うまいとも言えないし、下手ではない。模写だよね、これは、おそらく。んで、まあ、でも可愛く描けてると思います。とりあえず、これってどこに描ける？描けるとかじゃないのかな？あれ、描けるとかじゃない？これ。でも、ピン止めとかないしな。あ、俺分かっちゃった。俺分かっちゃった。これだ。あ、これだ、これだ。絶対これだ。これさ、どういう意味なんだろうね。幸運をもたらすアンパッキングってことなのかな、これ。なんか幸運をもたらす豚みたいな感じで買ったのかな、もしかしたら。で、それを紙に書いて枕元に置いて寝るみたいな。なんかいろいろあるな、これ。すげえな、これ。どういうのが正解はないんだろうけどね、考察ゲーって。たださ、どう訴えたいかって作者が一番分かってるわけじゃん。すげえな、これ。俺てか、よく発見してよかったね、これ。一番詰まるとこだと思うよ、これ。枕が動くと思わないもん。んで、こちらですね。これ、あ、これ、化粧品か何かかな。多分、化粧品か何かだと思います、俺の予想。いや、まあ、これどうしよっかな。どの辺に置く？枕元置いて、どうしよっかな。いやー、まあこの辺でいいかな、とりあえず。なんか引き出しみたいなのもないからね、今回。ほら、下とかもないからね。あ、これそうかな、同じようなやつかな。よりわからん。にぎやかすぎてよりわからんけど、上置いて。おっと、これダンスかな。うわ、また本か。あー、出ました、メデューサみたいなね。メデューサみたいな本出ましたね。
で、これが、どうしよっかな。この辺よくない？割と。で、この辺に、これ一番身長高いから、この辺に置いて、この赤い、紫じゃねえや。色の、あ、ちゃ、何言ってんの、これ。もう日本語になってないんだけど。んで、この辺置いて、この辺とかも、大丈夫そうだね。よし。あ、終わった！この辺は終わりかな。でも、ひとまずね、ひとまずこんな感じでいきたいと思います。これこんな感じでいきたいと思いますって言って、ここにさ、ミシン置いてんのおかしいよな、明らかに。ミシンどうしよっかな。ミシン、ミシンか。机の下置くのがやっぱ正解な気がするんだよな、俺的に。こんな感じで。いや、でも邪魔かな、邪魔くせえ感じになっちゃうかな。いや、横に置き、いや、横に置こう。こういう感じで置いて。で、このカバンなんだけど、うわぁ、カバンか。カバンね、机の下もあり、机の下めっちゃあり。いやぁ、いや、こうも置きたくなるなぁ。どうしよっかなぁ。センスあんのかな？俺多分センスないよね。もっとちゃんとしたとこ置けってなるよね。これが謎なんだよね、本当に。何これ、これ何なの、マジで。わからないんだよね、これ。あ、こっちで使うとか？違うかな？こっちで使うとかかな？違う？違うのかな？あ、わからんな。まあ、ひとまず置きましょうか。こっちの部屋行きましょう。さあ、出ました。もう段ボール2つしかないからね、今回。これは、なんか、入浴剤みたいなやつかな？新しい入浴剤みたいな。引き出しっしょ、やっぱり。あ、ゴミ箱ある。ゴミ箱こん中入ってんの、だるくない？なんか俺外出したいイメージだけど。俺外出したい、ゴミ箱。どの辺置こうかな。どう開く、これ。あ、そう開くのか。中に置くのもありな気がするけど、どうしよっかな。トイレがないんですよ、この辺に置くの。いや、置く場所ないよな、明らかに。トイレ、あ、救急セットね。救急セットはね、そんな目立つところに置かなくてもいいと思うんだよね。この辺とか。よし、入浴剤はよく使うんで、おそらくね。俺の予想はよく使うんで。どうしよっかな。入浴剤系はここら辺置いて、これ何なんだろうね。シャンプー、ボディーソープみたいなやつかな。この辺置きたいな。よし。あ、出ました、パンパースね。パンパースも、パンパースに関してもよく使うと思うんで、この辺かな。あ、これ、出ました。いいシャンプーだね。これ、ブランド物のいいシャンプーか、ボディーソープか何かですね。おそらく。で、石鹸ちょっとね、一旦移動します。石鹸いらないんじゃない？こっちでよくない？石鹸。いるのかな？でも、お風呂場に石鹸、いいのか、普通に。わあ、どっちでもいいな。この、でもこの泡ウォッシュみたいなのあるからさ。で、リステリンみたいなやつもあるし。んで、これは？これ何なんだろうね。これクリームだよね、おそらく。これクリーム。前回もあったあのクリームみたいなやつですね。で、クリームに関しては、うわあ、どうしよう。どうしよっかな。まあ、この辺かな、一旦。何これ、何これ、ブルーベリー。え、なんで食べ物あんの。え、これ食べ物。あれ、待って、え、待って、俺、え、待って待って、俺ちょっと待って、意味わかんないんだけど、これ。あれ、アンパッキングってさ、引っ越しするゲームだよね。これ明らかに冷蔵庫とかもないんだよな。え、これどういうこと。え、これどういうこと。え、これさ、え、前回の家引き継いでる。え、でもさ、かなりさ、あれだよね、日付変わってるし、日付っていうか、引っ越しをするゲーム。あれ待って、わかんなくなってきた。え、どうし、え、これ何？だって明らかに冷蔵庫もトイレもないのおかしくない？え、どういうことなの、これ。引っ越ししてるんじゃないの、これ。違うの？引っ越しするゲームでし
え、なんか分からん、読めなくなってきた、急に。急に読めなくなってきた。でもご飯はあるのか、これ。みかんの缶詰みたいなの出てきたし、これうずら卵でしょ？え？急に分からんぞ。みんな急に俺分からんくなってきた。どうしよう。アンパッキング全く読めなくなってきたな。お薬系ちょっとこっち置きます。すごいな、これ。何これ。これ何？何すかこれ。これもお薬かな。お薬だと判断してここに置きます。よし、終わって、んで段ボール開きます。こいつに関してもこの中入れていきます。いいね。ブラシか、ブラシか、ブラシ系ね。すぐ使いたくない？ブラシ系って。だからこの辺置く。これ、あ、絆創膏。絆創膏こっち。ああ、そういうことか。ちょっと医療系はあっち置きたいな、個人的に。んで、歯ブラシに、歯磨き多分出てくるんで、このお薬系はこっちに置きたいと思います。あ、出ました。これ好きだね。とりあえず、クリームみたいなやつだから、この辺置いて、これは目薬ですね、おそらく。目薬、薬系はなんかここら辺な気がする。なんとなく薬っぽい。んで、コップですね、来ました。これ、これめっちゃ好きなんですよね、この子。でもさ、結構割れてんだよね。でも前回と日々の量は変わってない気がしますね。なんとなく。どうしよっかな。この辺置く？この辺置きます。さあ、歯ブラシ来ました。これは、あ、こんな感じね。OKOKOK。これ2つ歯ブラシが出てくるかって話ですよね。多分出てこないと思うんですよ、俺。これ何？ え、だって歯磨き粉2種類じゃないよね。これ、お薬だったのかな、この赤いやつは。そう判断しようかな。あ、出ました、このオイルみたいな。これわかんない。香水かな？これ香水かもしんない。これがよくわかんないけど、このブルーベリーたちが。で、これ、ろうそくかな？いや、わからんものがいっぱいある。これ、わからんものがいっぱいあって、俺、わからんぞ。どうしよう。さあ、あ、ポーチですね。ポーチもよく使うんだったら、この辺かな。さあ、割とサクッとね、やっちゃってるんですけど。で、これ、アイロンなんで、こっちに置いて。爪切りか。爪切りか。爪切り、この子ね、すぐ使いたがるんですよ。すぐ使いたがるんで。ああ、どうしよう。いや、でもしまっとこう。今回しまいたいと思います。何これ。毛抜き？毛抜きみたいなやつ出てきましたね。多分毛抜きだと思う。いきなりだな。いきなり毛抜き出てきた。あ、え？え？ひげ剃り？え？ひげ剃りだよね、これ。え、わかんない。ちょっと待って、読めない。急に読めない。性別すらも危うい。性別すらも俺判断するの危うくなってきたんだけど。え、わからなくなってきたね、めっちゃ。めっちゃわからなくなってきたね。で、とりあえずこれで開いて、あ、×って書いてあるから、これダメっぽいんで、どの辺置くのが正解？あ、この辺でいいのか。ひとまずしまいます。結構 OK もらってるっぽいね、俺。家具の数が少ないからかわかんないけど。よし。んで、ヒゲ剃りに関しては、いや、こだわり出ちゃうんだよな、これ。すぐ使うんだったら、この辺とかでもあり。んで、歯ブラシと歯磨き。歯ブラシと歯磨きは、歯磨きじゃねえや。まあ、この辺にセットして置いといて、櫛と、このヒゲ剃り。ヒゲ剃りは、あ、でも女性でもあれだよね。ヒゲ剃りとか使う人は使うもんね。そうだ。なんか、ヒゲ剃りっつったら男性のイメージしかなかったけど、女性も使う人は使うわ。ごめんなさい、なんか、俺偏見で喋って。なんか、ヒゲ剃りって聞いたら、なんか男性ってイメージがつきすぎといて、ちょっとね、なかなか取れませんでした、その感覚が。んで、これ回せないよね。うわ、毛抜きも一緒に入れたいな、これ。毛抜き一緒に入れて、入れさせて、入れさせてよ、これね。毛抜きも一緒に。どうしよっかな。
じゃあこう置いて、爪切りこの子よく使うから、あんまり置きたくないけど、うわーどうしよう、困るなこれ。まあひとまず置けたんで、あとは動画外というか、黙々とやって、一瞬でパッて、これ違うの、あれこれ違う、こっち、あれこうじゃない、いやまあとりあえずカットしようかな、カットしようかなって言ったんだけど、ちょっと嫌な予感して、ゴミはここにあるじゃん、入る、あ入んない、あ違うのか、あすわけじゃないんだ、なんかこれさ、ピンをさ顔面に刺してたから、もう捨てるのかと思ったら、そういうわけじゃないみたいですね。これはどこに置くのが正解なんでしょうかね。あ、分かっちゃった、ここだ、うわそういうことか、これカットしない方がいいかもしんない、いやカットしようか、いやどうしようか、迷っちゃいますね、これこれね、ここに置くとピンを刺すんですよ、顔面に。ピンの色変わってるのもちょっと気になるけど、顔面に刺すんですよ。で彼と別れちゃったから倉庫に入れるとOK もらえるんですよ。うわそういうことか、飾っちゃったら思い出しちゃうから、このクズ男みたいな感じで思い出しちゃうからピンちゃ刺してるんだね、ここに。いやそういうことか、多分ね、俺の予想なんだけど。うわーちょっといろいろありますね、考察が。でこれに関してはこの辺に貼るのかな、なんか枕の下に置くのかなと思ったんだけど、なんか違うっぽい気がしました。さあ終わりました、とりあえず見ていきましょうか。ちょっとこれ気になるけどね、このもしゃ、何これ、これこのもしゃもしゃが何なのかちょっと気になるんだけど、まあとりあえず、ここの内装は変わってないかな、で閉めときます。で引き出しの中も、特に変わらず、薬などを、左側に入れて、右側はひげ剃りと毛抜きみたいなやつとアイロンですね。で下のここには洗剤とかパンパースとかで、この辺ね、使いそうな、いろんな道具いろんな道具ですね。でゴミ箱ありまして、ここにもタオルがあります、タオルがありまして、でこの辺にねベリー系のやつがあって、こういう飾り方結構綺麗だと思うんで、で同じ高さ同士の、これもよくわかんないんだけど、この3つセット置いて、ここに薬みたいなの置いて、ここにクリーム系置きました。で爪切りこの辺に置きまして、ここは歯ブラシセットですね。よし、いいんじゃないかな。でこちらの部屋はですね、まず変えたところで言うと、この辺かな、ここの移動をちょっとしたのと、あとポスターこんな感じにしました。こっちはね、ちょっと、動物ルームみたいな感じにしようかなと思って、この壁紙と動物の壁紙と動物の壁紙ですね。これ目いってるけど、目がいっちゃってる動物ですけど、まあとりあえず。で引き出しの方はまあこんな感じですね。まあ飾らなさそうなものを入れまして、まあそんな感じかな、さっきとかあったの。この額縁を、右に移動したって感じかな。よし、いいんじゃないかな、とりあえず OK。 今回ちょっと早かったんじゃないかな、やっぱ物数が少なかったから。さあ OK 押しましょう。よし、アンパッキング。何これ、美味しそう。俺めっちゃ腹減ってるからやめて、そういうのお肉とか出すの。昔はもっと広く感じたわ。前の、やっぱ最初の家だったんじゃないこれ。最初の家だったってことだよね、やっぱり。これさ、わからない急にわからない。2012年なんだ、なるほどね。いやでも最初の家っぽい発言してるよね、これ。なんか家借りてたみたいな感じなのかな、そんな感じな気がします、俺の中で。でまた帰ってきたみたいな、そんな感じなイメージが。2013年ですね。1年後か、早いな。すごいガラッと変わってるね。ちょっと一瞬見ていい？おーっと、綺麗、ものすごく綺麗。なんであの部屋に戻ったんだろう、そのすごい気になるけどね。んでここ、あ、タンスね、タンス類ちょっと覗いて。おーっと、いいねいいねいいね、めっちゃいいね。ちょっとなんかこれ気になるけど、これ気になるけど。おっと、ここは勉強机。うわ、もう俺よりいい椅子使って、ね、俺よりいい椅子使って、
おっと、キッチンですね。これはめちゃめちゃ量がありますね。次回ほんじゃこちらの部屋やっていこうかなと思います。はい、これ何、これあ、結構あれですね、汚れてたりしますね。はい、こんな感じで、次回この6日目の昨夜でお会いしましょう。6日目じゃねえな、6年後、いや1年後か、もうわかんねえわ。